こんにちは、はすみです。本日はこのようなコメントをいただきました。いつもわかりやすい動画ありがとうございます。大変参考になります。私のベルファイアですが、グレードが低い、ウインカーがシーケンシャルでない車種です。ディーラーに確認したら運転席と助手席のフットランプがないらしく、どうしてもブルー LED ランプをつけたいのですが、配線など教えていただけますでしょうか。で、そちらのコメントに対して、LED ランプはどのようなタイミングで点灯されたいですかとお伺いしたところ、スモールライトの点灯と同じにしたいですというコメントをいただきました。ということで、今回フットランプの方を取り付けていくのですが、今回質問いただいた方は、スモールライトと連動した電源を取得したいという形になりますので、イルミ電源っていうものになります。で、こちらですね、今回はヒューズボックス内のテールから電源を取っていきたいと思います。それでは早速今回取り付ける商品を紹介いたします。フットランプとして利用する商品といたしまして、エーモン3連フラット LED 断泊1828、断泊という読み方で合ってるのかわからないのですが、オレンジ系の色となります。それプラスこちらにカバーをかぶせたいので、エーモン3連 LED レンズカバー1829、こちらを利用いたします。続いては配線や電源に関する商品を紹介いたします。テールから電源を取り出しますので、エーモンさんの E577 低配ヒューズ電源を利用いたします。配線に関しましては、Amazon 限定エーモンダブルコード 0.5 スケア 6m M271 を利用いたします。こちら、Amazon さんで、安かったのでこちらを購入したんですが、ちょっと 0.5 スケア、太めの線となっておりますが、もうちょっと細い線で全然大丈夫です。それと接続するためのギボシ端子とスリーブ、必要な個数用意してください。あとはアースに利用いたしますクワ型端子ですね。こちら内径が 8mm のものとなっておりますが、実際は 6mm のもので十分です。あとはスレ防止のためにコルゲートチューブ、配線の通り道次第ではこちら利用せずとも大丈夫だとは思います。あとは必要に応じて配線止めを利用いたします。今回は既製のエーモンさんの LED ライトを利用いたしますが、 LED テープや好きな光り方をする商品などを取り付けても良いと思います。あと配線の加工に関しましては、配線警察の方と関わりたくないので、完成した状態の説明と配線を簡単に表した画像3枚をご覧ください。それでは先ほど紹介いたしました商品を全てつなげるとこのような形になります。まずはこちら、ヒューズボックス内から電源を取り出すための商品、クワ型端子、並列に接続いたしました配線で、実際の点灯するランプとなります。それではこちら実際に点灯するか確認してみたいと思います。こちらアースにマイナス端子を接続いたしまして、プラスのところにプラス端子、こちらこのような形でしっかり点灯いたしました。こちらケースの方に LED を入れるときに注意点なのですが、こちら下側の蓋ですね、こちらの方に関しましては最初何もつけない状態で配線の方を通します。先ほど端子を先につけてしまったんですけど、こちらつけてからこのような形でカバーをかぶせていきます。それでは作成したものを実際に取り付けていきたいと思います。それではまず運転席側から取り付けていきたいと思います。運転席側、この下につけたいんですが、一旦このカバーを説明のためにちょっと外します。こことここのネジを外しまして、このカバーを取ります。ネジを外しましたら3箇所、1箇所、2箇所、こういった解除すると外れる場所がありますので、こちら3箇所ですね、外してください。こ
これで引き抜きます。奥側が2箇所刺さってますので、そこ意識しながら引っ張ってあげます。こんな感じですね。それでは外した状態がこのような形になります。こちらネジ1箇所2箇所プラスここの爪ですね、ここの爪で引っかかっているような形になります。で抜くときとあと戻すときに意識していただきたいのがここの突起ですね。こちらを目印にこう差し込んでいただくような形になります。で今回まあフットランプ運転席側につけるんですけど、まあ、どの辺につけるかと言いますと、こちら純正のフットランプ取り付け位置がこちらなので、できればこの辺につけたいんですが、ここの U の字になっているところがブレーキの真上なんですよね。でブレーキの真上ですと万が一何かの衝撃でこちらぶつかって落ちて配線がブレーキに絡まるとか、そういったことって、まあ、絶対避けたいことですので、まあ、ちょっとブレーキから離れた場所、この辺とかですかね、この辺などに今回は取り付けたいと思います。こちらの商品取り付けるにあたりまして、両面テープの方が付属しております。ですのでこの両面テープを利用して貼り付けていくのですが、こちらただ貼り付けただけだと取れてしまう可能性がありますので、パーツクリーナーもしくはシリコンオフというもので必ず脱脂、油分を取ってから貼り付けるようにしましょう。それではこちら取り付けていきたいと思います。両面テープを剥がしまして、こちら平らなところにこうしっかりと取り付けます。で私はもうここで確定という形でもうぴったりくっつけてしまいますが、光り方などを見て、まあ、ここじゃないなって思ったりとか、もうちょっとずらしたいなっていう方はあらかじめまあ軽くくっつけといて、最終的にはしっかり止める、ちゃんと光らせてみてから取り付けると良いと思います。それではこちら取り付けられましたので、そのまま戻してしまいます。こちらとこちらを意識して刺していただきます。これで固定ができました。それでは現在はこちらに取り付けて、配線がその下に垂れているような形になります。それではこちら配線の方を接続いたしましたので、抜け防止のためにビニールテープを巻いていきます。このような形で巻くことができましたら、あとは線をこの中に隠していきます。こちら線の方が出てこないように少しカバーをめくりながら引っ張ってあげると、この中にしっかりと入っていきます。これで運転席側の方の配線が隠すことができました。それでは続いて助手席側のフットランプの方を取り付けていきたいと思います。こちら助手席側の下側のカバーに関しましては、運転席側とはちょっと違いまして、ネジ止めされてないです。こちらストッパーで止まってるだけとなりますので、4箇所外していただいてカバーを外せます。こういった形ですね。こちらもやはり2箇所の突起がありますので、そちらをめがけて、まあ、入れたり外したりするような形になります。こちら助手席側のカバーに関しましては、この真ん中にフットランプが純正では来るような形になります。ですので今回の商品も、まあ、この辺りに取り付けたいと思います。それではこちら取り付けます。このような形になりました。それで純正のフットランプの位置のところに配線の方は入れておいてあげると、まあ、隠しやすくなります。このような形になりました。それではこちら助手席側のカバーにライトを取り付けることができましたので、配線の方をつないでビニールテープで巻いていきます。このような形になります。それでは続いてプラスの電源を取っていきます。テールというヒューズから取っていきます。でヒューズの方なんですが、こちら発煙筒のすぐ上にありますこのヒューズボックスのカバーですね、これをまず外します。手前に手を引っ掛ける場所がありまして、こちらに手を引っ掛けて下に下げるとパカッと外れるような形になります。それでこのヒューズ一覧の中にありますテールと書かれている場所ですね、こちら
5アンペアのヒューズに囲まれているここですね、ここの10アンペアのヒューズを外します。で、これ外す前に注意していただきたいのですが、必ずエンジンが切れている状態を確認してください。それプラスライトの方は必ずオフになっているように気をつけてください。で、もし心配な方はバッテリーのマイナス端子を必ず外してください。ここから先はすごい申し訳ないですが、まあ、自己責任という表現を使わせていただきます。5アンペアに囲まれている10アンペアのヒューズ、テールの場所を抜きます。一番左側ですね、一番左側の真ん中あたりにあります。このような形で引き抜きます。で、そうしましたらヒューズ電源取り出しコードですね、こちらを利用します。こちらヒューズに対して左側に線が来るように差し込んであげます。あと、この反対側のスリーブですね、こちらスリーブと呼ばれるものは必ず奥までかぶってるようにします。で、こちら差し込みますと、このカバーは閉じることができなくなりますので、大切にグローブボックスの中などに入れてしまっておいてください。それではヒューズボックスの中からプラスの電源を取ることができるようになりますので、続いてアースマイナスですね、この中にありますボルトから取っていきたいと思います。こちらキックパネルの方を外します。こちらにあります留め具の方を反時計回りに回していただいて外します。そしてこちら、この辺りを持っていただいてまっすぐ手前に引きます。このような形ですね。そうしましたら、ここにあるボルトを使います。それではこちらのボルトを少し緩めます。こちらアースの方を取り付けます。それで取り付ける際のポイントなのですが、こちら配線の方は少し左側に傾いているように取り付けてあげるようにしましょう。それではライトの取り付け、あとは電源の確保ができましたので、最終的にこちら全ての配線の方を接続いたしまして、あとはスモールポジションの方に回しまして、実際に点灯するかどうか確認してみたいと思います。それでは回してみます。このような形でスモールポジション連動で点灯させることができました。あとは今外した場所を戻して線の方を隠して終了となります。それではこのような形で全ての配線を隠すことができました。ちなみに余談を2つお話しさせていただきたいのですが、私が光物を取り付ける際には光源、まあ、光ってるところですね、光ってるところは絶対に見えないように隠します。こちら光源が見えてるとも眩しいって感じる方がいらっしゃいますし、なんかあまりかっこよくないような感じがするので、光は絶対目につかないようなところに取り付けます。それともう一つ、今回電源を取得したのがヒューズの中のテールという場所だったんですけど、もし今後光物を増設する予定がない、今回取り付けた商品みたいに小さい消費電力のものを、まあ、2つとか3つとか4つとか、まあ、その程度取り付けるだけであれば、パネルと呼ばれる場所からの電源取得をお勧めいたします。今回のテールと呼ばれるものはテールライトに電源が行くところのヒューズになりますので、こちらが万が一切れてしまいますと、ポジションをつけた時にテールが光らなくなります。ブレーキを踏んだ際にはまあつくんですけど、ちょっとそのポジション、ライトを点灯した時に後ろがつかなくなりますので、それだけちょっと注意が必要です。で、パネルに関しましては、この辺の薄く青く光ってる場所、この辺がつかなくなるだけですので、
そちらの方が運転には支障がないような形になります。ただ電源がかなり小さいですので、ちょっとその電装品ライトとかですかね、そういったものを増やす際には本当注意が必要なヒューズとなります。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。今回の手順というのはほぼほぼ、まあ、既製品、ちょっと配線を作る必要があるっていうのはあるのですが、その配線の難易度っていうのも、まあ、小学校の理科で習う難易度の、まあ、配線ですし、あとはまあちょっと配線の作成ができる技術さえあれば、まあ、簡単に作成できるかと思います。配線のつなぎ間違いとか、まあ、本当ショートなどには気をつけていただきたいのですが、まあ、もし挑戦される場合はその電気周りだけちょっと気をつけながら作業を行っていただけると良いと思います。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーズに関する商品紹介および作業手順を紹介しております。最近は様々な商品紹介も行っておりますので、ぜひこちらのチャンネル気に入っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。